ランスの宣伝部長ナッチルーダです。ピラノ砂丘に行くよ。ヨーロッパ最大の砂丘があるアルカッションに向かってボルドー駅から出発です。アルカッションまではだいたい1時間くらいで着きます。そこからバスに乗って今度は30分。結構かかるよね。しかもさ、今日なんかお天気悪くない？ほら、あんまり良くない。以前一回アーカッションは来たことがあって、ボルドーと一緒に。その時に船からピラを見たんです。ですごい綺麗だったんだけど、やっぱ登った子がすごい良かったっつってて、それで登ってみようかなと思って。アルカッションからピラの砂丘まではバスで片道1ユーロ、1日券は2ユーロ、車内で現金で購入できます。ボルドーから到着する電車の時間と合わせて出発しているようで、乗車するとすぐに出発しました。バスの路線や時刻は Google マップで調べました。だいたい1時間に1本程度。バス乗り場はアルカッションの駅を出るとすぐに見つかります。ボルドー周辺の交通機関はエアコンが効いています。ボルドーからの電車でもこのバスでもタンクトップだけだったので結構冷えました。車内から街を眺めていると比較的新しい街のように見えます。それもそのはずで、1823年エイラック海岸に一軒のリゾートホテルができたことがきっかけで街は発展してきました。このホテルはピラの砂丘と松の木々に囲まれた美しい環境にあり、多くの人々を引きつけたのです。ナポレオン3世時代に発展した美しい街並みを見ていると、あっという間に到着しました。帰りのバスもここから出発します。暑いと思ったら結構寒い。上着てくればよかったわ。今日なんかこんなだし、天気も。今ここにいるから、こっから上がっていって結構遠いよこれ。行くか。このパネルには今から向かう自然保護地域の説明が書いてあります。ピラの砂丘と周辺の森林を合わせた6875ヘクタールが自然保護地域となっていて、これはボルドー市の 1.4 倍、パリ市の 65% に相当するそうです。鳥の展示してる。ここには木でできたパビリオンが点在していて、展示や飲食店、お土産物屋さんが並んでいます。この気持ちのいい空気の中で朝ごはんをいただこうと思います。ゆっくり過ごせそうなお店があったので覗いてみると、美味しそうなケーキが置いてありました。朝から幸せな気分です。砂丘に登るとトイレはないので、ここで済ませておきます。
なんかここから砂、うわ、みんな靴で来てる。この辺りからなんか沈む足が、もうなんかね、靴履き替えちゃった。サンダル持ってきたよん。登ってみたかったピラノ砂丘に到着しました。普通に登っていく方法と階段で登る方法があるようです。砂が気持ちいい。この砂いい感じ。今登ってますよ。階段だからね、楽勝よね。帰りは砂で降りてみようかな。ちょっと今、どう滑る。怖い。こんな、おほほ、いや、すごい、こんな登ってきた。いや、滑らないように気をつけて。いや、この階段は4月下旬から10月下旬まで設置されています。みんないろんなシール持ってきて貼ってるよね。すごいすごい。何気にどっから持ってきたのこのシールって。あとちょっと。ピラノ砂丘はその年にもよりますが、100メートルから115メートルの高さがあります。大西洋と森林の間に位置するため、強風や潮の影響を受けて毎年東に1メートルから5メートル移動しています。そして少しずつ森林に食い込んでいくのです。登ってきたところは坂が急でしたが、海岸側は穏やかな坂になっていて、海水浴をしに行ってまた上まで戻ってこれます。曇っててちょうどいいくらい。これ晴れてたら結構きついかも。よかった。いや気持ちいい。ネットが使えるなんてこんなとこですごい。パリの私の部屋よりも電波状況が良くて驚きました。駆け下りていく人たちを見てとても羨ましくなりました。一度膝を痛めてしまって以来、時間をかけてせっかく戻ったので無理は禁物。それでも砂の感触を足に味わいながら滑り降りていく気分は楽しめて嬉しかったです。ちょっと亀の進みだけど進んでる。走ればねめちゃくちゃ速いよね。
この辺になるともう冷たくて気持ちいい砂が。素敵な家が並ぶ町を散策しに行きましょう。繁華街が見えたので駅まで戻らず途中で下車しました。19世紀初頭に一軒のホテルから知れ渡ったリゾート地ですが、ナポレオン3世の時代になると気候と松の芳香成分が健康に良いと知れ渡り、保養目的のリゾート地としてさらに発展しました。鉄道が整備されてからはパリからのアクセスが簡単になり、上流階級や貴族の避暑地としてさらに発展を遂げました。午後2時、そろそろレストランはお昼の営業が終わる時間です。遅くとも2時半までには空いているレストランに飛び込みたいと思います。市場の一角にまだ営業しているレストランを見つけました。食事をしている人のお料理を見たら美味しそうだったので、ここでランチにします。イタリアンっぽい。美味しい美味しい。うん、美味しい。よかった。間に合ってよかった、お昼。もうちょっとで食べ損なうとこだった。食後、しばらくすると、午前中の冷えがたたってか、食べ過ぎか、体調を壊してしまいました。本当だったら、綺麗な家がたくさん並ぶ、ビラ・ドゥ・イベール。冬の家と言われるところに行きたかったのですが、断念しました。アルカッションは船に名前をつけるように家に名前がついているんです。ナポレオン3世時代の上流階級の人たちは何軒も家を持っていたので、それぞれに名前をつけていたようです。そういえば日本のマンションやビルにも名前がついていますね。パリのマンションやビルには名前がなかったので、初めて訪れたとき驚きました。この桟橋からクルーズ船が何本か出発しています。以前来たとき、湾内を一周してとっても気持ちよかったです。海辺にはたくさんのレストランが並んでいます。ここで食事をしてもよかったですね。アルカッションが今のような魅力あるリゾート地になったのは、1857年にナポレオンがアルカッションをもともとの自治体と切り離す決断をしたおかげ、それから100年後の1957年にナポレオン3世の功績を刻んだこの記念碑が建てられました。そろそろボルドーに帰りたいのですが、電車で1時間、体調が戻るのを待ってから電車に乗りたいと思います。皆さんも旅の途中、ベストコンディションで楽しめるよう体調管理にお気をつけください。石鹸の輸入がする。それにしてもパリと違って清潔で綺麗な街に驚きます。こんなに綺麗に歩道を保てる地域があるというのに、どうしてパリは道が汚れるのでしょうか。パリもこのくらい綺麗な街になると良いのですが。ただいま、ボルドー駅に帰ってきました。砂丘いかがでしたか？いや、初めてあんなの、よかった。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここつんちゃ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 よろしく。 Thank you.